新たに逮捕の若山、えー、キラト容疑者は元俳優軍事官兵仮面ライダーも栃木夫婦遺体、えー、損壊事件はいちょっとね今世間を騒がせている、ま、栃木のその遺体遺棄事件なんですけど、ま、俳優のね元俳優の若山キラト容疑者が犯人だってことで話題になってるんですけど まあなんで騒がれてるかというとこのね犯人の若山キラと容疑者は昔俳優子役として活躍していたんですけどあのー、そのそ V6 の岡田准一君が主演していた大河ドラマ「えー、黒田勘兵衛」に出ててその岡田准一君のそのほらあのー。 子供時代を演じてたんですよ、万吉役を。はい。まあ、だから、ちょっと、あの、すごいバズってたっていうことで、SNS とかで、これ、岡田純一君、えー、で、これが今回の、まあ、捕まった、はい、若山容疑者なんですけど、はい、若し頃のね。はい、で、まあ、結構、その、さっき、その、NHK の、その、アーカイブ、大河ドラマのアーカイブの映像を見れるので、まあ、その、若山容疑者の、その、演技を確認したんですけど、 今回起こした事件は本当に何だろうな、あのー、最悪な事件だと思うんですけど、なんかすごいね、演技がうまかったんで、あのー、すごい、まあ、驚きましたね。はい。ほら、えー、万吉、えー、喉の,どのく、後の黒田勘兵役ということでね。はい。だからちょっとね、あの、もったいないなぁと思ったんですよね。はい。まあ、 そもそもが何であの元俳優で元子役の子がねまずこんな事件を起こしたのかっていうのは分からないんですけどほら「ナス損傷に対対対大河ドラマで岡田准一と共演の若山明と容疑者」「純粋な笑顔でお茶の間を取り金した元子役」なんかもったいないですよねはい、まあ、こんなにその才能としてあじゃあ子役としてまあ俳優としての才能があるのに まあこういう事件を起こしてね、まあ、棒に振るというのはなんかちょっとあのすごい本当にもったいないと思うんですよ。はい、で実際なんだろうなあの彼の演技を全部知ってるというわけではないんですけど、まあ、そのこの黒田官兵衛に関してはねすごい演技いい演技をしてたんで、まあ、本当に何でこんな事件を起こしたのかなと思ったんですよね。うん。 だから正直、あのー、もったいないなと思いました。はいあのー、しかも、まだ二十歳とかすごい若いじゃないですか。ねだから、もったいないあの福山雅治さんとかね、まあ他にもそうそうたるメンツともまあ、はい共演してたんで、まあ、ほんまにもったいないなと思いましたね。残念です。はい